球のみんな、こんにちは。時に氷介だよ。今は宮崎県の宮崎駅に来ております。今回の旅は宮崎駅から佐土原に行ってまた帰ってくる旅をしようと思っています。まずは佐土原に向かいます。今回は一人旅なので、家から自転車を持ってきて、自転車で宮崎駅から佐土原駅に行こうと思います。ね、これママチャリ、ここ子供乗せるよ。これで行きたいと思います。で、宮崎から佐土原駅まではいろんな駅があるんで、そこ一つ一つを観光していきたいと思います。では宮崎駅から出発です。出発点の宮崎駅、なんかイベントがありそう。帰ってきた頃には見れそうだね。じゃあ宮崎で有名なポストの日向夏からスタートします。今現在地がここで、ここをずっと行くとこっからなんか自転車でも行ける道があるみたいなので、そこを進んでいきたいと思います。宮崎駅から北の方に来るとこういう何、自転車歩行者道路がある。前は江平自転車歩行者道やね。今の時間が8時45分。よし、ゆっくり行こう。遊歩道走ってたら大きな工事やってた。なんかここは国体のプールができるみたい。一体どれぐらいの大きなやつができるんだろう。すごいね、国体が楽しみだ。なんかバイオリンが置いてある。あれ、ここの時は8時20分になってる。なんでだろう。正確な時間は8時49分。では行こう。途中の道にアートがある。これなんだろう、風が吹いたら回るんかな。ここには雲みたいなアートがある。なんか波をイメージしたんかな。波みたいだ。木の太鼓らしい。これ全部木の太鼓だって。通勤の時はいっぱい人がいたけど、今もう通勤時間が過ぎたから空いてるよ。ずーっと走ってて、ここら辺まで来たらもう9時になってた。結構長いよこの歩道は。こう道が長いから途中にトイレがついてる。ありがたいね。モスラーに似てるな。歩道橋の終点に着いちゃったよ。道わかるかな。この高架についていこう。また宮崎駅から次の駅ついてないんですけど、宮崎神宮駅に着いた。すごいよ、宮崎駅神宮、鳥居がついてる。すごいね。あとすごいのがもう一つあって、自転車の数半端ねえな。南花ヶ島というところに着いたぜ。進むぜ。北花ヶ島に着いた。もうケツが痛い、すでに。でもまだ進むぜ。佐渡村まではまだ遠いな。蓮ヶの池駅見つけたぜ。ちょっとやってみるか。めっちゃ遠かったな。曲がってきてからここら辺にある。あと 300m 走らんといかん。蓮ヶの池来たらちょうど電車が来たから電車を取ろう。いいタイミングやったな。ちなみに蓮ヶ池ってマンションの近くだね。よし、じゃあ次に進もうかな。なんかめっちゃでっかい住吉南小学校ってある。すごい小学校だね。でっか土地が。めっちゃのどかな風景。
ねえ、なんか癒されるね。よし、道はまだまだあるから進もう。ニュータウン住吉南まで来た。多分住吉駅まで近くだな。でもここってすごいな。ここに木、道路があって木があって、こっちの歩道にも木があるよ。ずっとここ網があるんだけど、一体何をやってるところなんだろう。端っこまであるよこれ、すごい距離。ここのバス停宮台牧場って書いてあるけど、この網ってもしかして牧場かな。このまま日向まで帰ろうかな。日向住吉駅着いた。ここ初めて来たんだけど、自転車すごいね、数が半端ない。じゃあ佐渡原まで向かいます。住吉から佐渡原向かう方の道はアップダウンがなんかあるな。大変だ。でも進まなくては。あとちょっと信号に引っかかっちゃった。ここ一橋有料道路の下になるらしい。めちゃめちゃ素敵な川を見つけた。あそこが線路になってる。いいやんこの雰囲気。よし、多分あともうちょっとのはずだ。疲れたよー。うわ、佐渡原駅に着いた。感動する。長かった。記念にバス停も通っとこう。2つあるねバス停が。あそこや、佐渡原駅。すげー見えた。佐渡原駅の駐輪場着いた。屋根がお城の屋根になってる。なんか佐渡原はあれらしい、なんか歴史があるから、お城とかあるのかな、お城の跡とかだからだね。で自転車の数も半端ねえし、なんか今日タイミングよく電車がよく来るな。よし、ちょっと佐渡原を歩きたい。昼過ぎに雨が降るって言ったが、傘持ってきたんだけど、今日は天気良さそうだな。佐渡原駅に到着。佐渡原駅はこんな感じ。ただいまの時刻10時45分。だいたい2時間ちょっとだね、自転車で。疲れた。結構街だね、いっぱいお店があるな。お店がいっぱいあるのは分かるんだけど、観光の看板がないな。どうしようかな。佐渡原駅の横には JR の貨物を置くところがある。すげえ運んでる。おお、また次も来た。佐渡原駅からちょっと町の方をブラブラしたいと思います。ちょっとね、何があるか調べよう。歩いて、あの上の方に何かあるか、そっち歩いて行ってみようかな。佐渡原総合支所と佐渡原総合文化センターがある。この上をちょっと上がってみたい。でも結構高さがあるね。宮崎駅から佐渡原駅まで自転車漕いできたから、なんか足がプルプルするぜ。あ、なんか上に神社があるな。どうしようかな、行ってみようか。よいしょ。白玉稲荷神社さんみたいだね。あとここに可愛いのがある。でなんか演奏してるやん、可愛いね。桜の花かな。今の時期にちょうどいいんじゃないかい。あ、みんな楽しそうだね。結構でかいよこれ。この上なんや、すごいお城があるよ。お、駐車場もある。まあ、今日自転車で来たけどね。何ここ、すげえ。ちょっと行ってみようか。佐渡原総合文化センターだった。階段から登ってきたら近いな。しかし立派な建物。佐渡原クジラ館って言うんだね。クジラが有名なんだね。あ、そうか、佐渡原はクジラ洋館が有名だもんね。ようこそ歴史と文化の町佐渡原町へ。お、観光マップだね。今現在地はどこかわかんないよ。あー、たここか。ここで何がある、どこに行く。遠いな、歩いてはいけんな。全部なんか素敵な芝生があるから、ちょっと向こうを眺めに行ってみよう。え、
めちゃめちゃ眺めいいやん。しかも電車が通ってる、タイミングいいね。すごい。 あそこが佐土原駅、いい眺め、都会だね。この敷地にご座引いてからなんか食べ物持ってきて食べたらいいんじゃねえの。中は飲食コーナーがある、すごい。休憩スペースもあるから助かるね。文化交流センターさん、どうもありがとうございました。じゃあ今からブラブラと戻っていきたいと思います。ちょっとさっき充電がなかったんで、充電してる間にちょっとライブをやりました。 YouTube ライブですね。で、時に氷介のチャンネルは急にゲリラライブみたいなのするんでね、もし皆さんタイミングがあったらぜひ遊びに来てください。いつするかはわからないんで、皆さんチャンネル登録高評価をしてお待ちください。よし、じゃあちょっと佐土原の町でなんか食べたいな。よし、自転車乗ってちょっと佐土原のご飯屋さん行こう。お、ラーメン屋見つけたのでここで食べてみたいと思います。お店はこんな感じです。メニューはこんな感じ。ご飯代とバターラーメンでございます。で、机もついてきます。いただきます。久しぶりにバターラーメン食べます。美味しい。うまっ。ごちそうさまでした。美味しくいただきました。うまかった。うわ、いっぱい食べた。やっぱ佐土原って言ったらクジラ羊羹だよね。あー、お店がお休みだ、残念。行きも頑張ったけど帰りも頑張らないといけない。信号に引っかかっちゃった。朝来るときはここからこう来たから、今度はこっちまっすぐ帰ってみよう。まっすぐ帰ってみるね。この通りずっと走ってるけど、車屋さんとかお店がいっぱいあるね。ここにはポパイラーメンもあるよ。さっきラーメン食べたからね。佐土原がずーっと自転車を漕いで、なんとか今新名詰ってところに着いた。直線が長かった。ちょっと足痛えな。あと天気が曇ってきた。雨が降った、やばいな。これ帰れるか、宮崎駅まで。朝通った道帰ってきた。疲れた。よし、あとちょっとや。天気はちょっと雲が多いけど光はまだ差してる。今のうちだ。はい、今もうすぐで宮崎駅に着くとこです。もう宮崎駅は多分人が多いからエンディングが撮れないと思ってここで撮りました。まあ、今日は宮崎駅から佐土原まで行って U ターンする旅でした。ね、皆さんもね、久しぶりに自転車乗ってない方は乗ってみてはどうでしょうか。はい、天気もね、もうちょっと曇ってきたからね、雨が降りそうになってきてるから帰りたいと思います。ではここまで見てくれた皆様、どうもありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。移動中。みんなと合流したのでジョイフルでご飯を食べてきます。家族全員と合流してジョイフルに来ました。ね、パパこれも食べたい。2人くるんでた。おー、すごい。ママいいよ。ね、ポテトとソーセージと唐揚げ。
で、これ何？スープ。雑穀スープ。美味しそう。うん、体に。いいよ、食べていいよ。秋にコンキチ君が唐揚げで、時にホウスケはチキン南蛮。では、ゆっくり食べまーす。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい。ジョイフルさん、ごちそうさまでした。美味しくいただきました。ひょっとこじゃんけん。せーの。ティ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 、ティ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 、ティ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 、じゃんけんぽーん。また見てねー。グーだよー。トッキーニ、ひょうすけの旅。高評価。チャンネル登録よろしくねー。